皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラゴンクエストビルダーズスイッチ版やっていきましょう。これサソリがめっちゃ強いやつだった、確か。あとまだ必殺技覚えてないんで、多分この辺で必殺技になると思うんですけど、どうせよ、銅の剣しかない。まずいような気がする。やばい、キメラ来てる。いやー、待って待って、ちょ、どうしよう、みんな来ちゃった。いや、大丈夫大丈夫大丈夫、来ないで。待って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 、1体ずつがいいよ。こっち、あー、ダメダメダメ、やばい。お、回復したい、回復、回復したい。あれ、サソリ来ない。何？あ、引っかかってる。ラッキー、やったー。あ、待って、なんでだ、びっくりした。はぁ、びっくりした。ダイス、オッケー、最後まで来ました。これで、ラスボス、ラスボスじゃないや、メルキドボス。あ、違う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 、なんでキメラの翼、いやいやいや、違う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 、どうして。そう、これこれ、キノコ食べようとしてたのに。傷薬使って、よし、行っちゃおう。素晴らしいぞ。ちゃんと勝てるかわからないぞ。このメルキドを支配する魔物の親玉がかつての守り神ゴーレムであると我が輩は認めたくなかったのだ。かつての守り神が人を滅ぼしたなど、ゴーレムを倒せばこのメルキドの空の闇も晴らせるだろう。このどんよりした雲ね、ゴーレムと戦うために魔法の玉とメルキドシールドたくさん持ってないけど行っちゃいます。メルキドシールド多分2個でいけるというか、1個しか使わない気がするんだよね、私多分。お、ピリンちゃんの話になってる。あやつはよく言っておった。私はただみんなで楽しく暮らせる街を作りたいだけだと。あとは頼んだぞ、みんなが楽しく暮らせる街を守ってくれ。からのボス戦ね。これどうなるんだったっけ。やばい、何揺れて、そっか、移動するんだ、忘れてた。あー、みんな消えちゃう。そうだったね、一体になるんだった。私だけしかいないやつで、メルキドシルト使う必要だよね。ちょっと着替えよう。着替えます。旅人の服、これなら早い、走るの早い方がいいから。よし、どう？よっしゃー、やり方合ってる。へい、守り固し。あ、やばい、逆だった。あ、間に合わないかも、どうしよう。あ、いける、いけそういけそう。よし、来た。へい、あ、怒ってる、まずい。これなんか来るやつ、おお、トルネード来てる。この辺で魔法の玉じゃなかったっけ、確か倒すんじゃなかった。やばい、置けない、危ない、いける、よし。これでなんかお腹、これ使えるかな、そんなことない。何する、来た、大きい土たち、これ、これにこれ置けないっけ。なんか、なんか置けない気がする。大きい土たちを倒せになってるけど、やーばーい、怖い、やばい、ボスフィールドに置けないのに取っちゃった、どうしよう。これやらかしてるやつや。え、ここ置けない、置けない、どうしよう、どうしよう、どうしよう、なんか中に、中に置く。へい、すごい設置しちゃった、こっちから出よう。なーばーな、倒されてる、私の拠点が、祠が
ちょっと3体これ倒さなきゃ次のとこに行けないんだよね。どうしよう、こっち来る、こっち来る。いや大丈夫そう。大丈夫じゃない。部屋が壊れていくのですが、まだ。あれ、これ剣でやらなくてもよくないか。なんか今ちょっと思っちゃったんだけどさ、魔法の玉を置いてた方が早いよね。なんで私剣で行こうとしてるんだろう。まあいいか、あと1体だし、次出てきたら魔法の玉にしよう。もう絶対そっちの方が早い。やべー、7しか残っていない。薬草を食べる。ちょっと来ないで、ゴーレムさん。ジャンプするのが、およし、今痛いよ。あー、ちょ危な。起きた、いた。これでまたこれだ。どっち、向こう。遠くないですか。当たる、間に合う、これ。間に合ってない。もう、あ、これはもう大丈夫でしょ、近いもん。あ、壊れてる。あ、すごい壊れてる。街が壊れていく。やばい、ダメ、もう壊しちゃった、やだ。よし、どっちどこ。いた。はい、あ、オッケー。あ、怒ってる。トルネード、大丈夫だ。トルネードこっちに来るんだ。街には当たらないで、お願いだから。よし、はい、よく。大丈夫かな、離れてるね。あ、これも離れてる。失敗しちゃった。もう1回強制系3回。よい、縦でもいけるぜ。いい、次これで2個目。よいしょ、次どこ飛ぶの。え、どっち、遠いよ。間に合った、危な。おお、びっくりした。いや、もう当てたい、魔法の玉、もう当てたい。まだ、あ、来た。足元、置けない、ここ。置けた。いけるかな。よー、危ない、ギリギリ。よし、いや、結構削れたよこれ。あと1回かな。ゴーレム起き上がる。大木槌呼び出す。5体いる。これはもうあれでしょう、魔法の玉を出すしかない。この辺。待って、真上からとか、そんな鬼畜すぎますって。よし、あ、いい感じ。あ、1体残っちゃった、もったいないけど、どこかな。はい、君、これ、それ。おお、6、しかも若干残ってる。ほら。どうしよう。どっち、メルキドシールドの奥に隠れないやつ。走り抜けるやつ。あ、大丈夫だ。待って、おかしてー。もう一回。来た。あ、これいった。多分いった。もう一個置いとこう。怖いから、2個。どう？うよー。あー、よかったー。危なすぎる。よかったー。初めて、錆びたメダルを手に入れた。錆びたメダル。ひらめき？いにしえのメダル。今なんか百宝って言わなかった？この子。言ってたよね、多分。これで作れるかな。よかったか。そういえば鋼の鎧作ってなかった。鉄の鎧と、まあ、なんか最初的に
旅人の服だったけど、なんか防御力考えると鋼の鎧作ればよかったかも。まあいいか。イニシエのメダル、これでロロンドからのが終わって旅立ちかな。それさえあればこのメルピドにかかる空の闇を晴らせるだろう。希望の旗の上に掲げてくれ。薬草10個、希望の旗、この辺で使うでいいのかな。X。 来た。青空だよ。メルキドの大地に光が戻った。これで第一章終わりました。多分ね、タイムアタック的なやつは足りてないと思います。なんかあのベッドのところの近くで A ボタンを押してたくさん寝てしまいました。あとな、メルキドガーデンも作れなかったんだよね。本当はね、作りたかったんだけど、もうしょうがない。後ろのピリンちゃんがすごく可愛い。とても可愛い。その夜、光の復活を祝い、宴が開かれた。作った部屋も防壁も魔物の攻撃を受け、宴の場所もごちそうも豪華ではなかったが、楽しそうな人々の明るい笑い声はいつまでも、そうして酔っ払ってるんじゃないこれ。いつまでも続いて酔っ払ってないですか。はははは、酔ってない。ロロンドさんは酔ってないらしい。まあこれでメルキド終わったので次向かおうと思います。確かこの後行ってもいいけど行かないでほしいなみたいな下りがあったような気がします。これだね。ひょっとすると何かあるのかもしれない。もしも気になるなら行ってみてもいいが、あ、もちろん無理に行かなくても良いのだぞ。え、これ行かないと、あの、物語進んでいかないから、ロロンドくん。ね。ということで、晴れた!やったー!第2章の街に向かおうと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。いや、まだこれから移動なんだけどね。でもそれにしてもあれですね。ゴーレム倒してからの街の BGM が素敵すぎる。ザ・ドラクエって感じ。この辺の BGM とかもすごい好きなんだけど、やっぱりいいね、音楽。テンション上がるね。あとはゴーレム戦途中で旅人の服に着替えたんだけど、足速くなるからやっぱりこれが楽でした。あとね、途中ピラミッドの中でメルキドグローブだっけ、違うグルーブだか、だったかな、あの足装備のやつ、高いとこから落ちてもダメージだいたいゼロみたいな、あれもゲットしてたから結構ね、高いとこからジャンプして進められました。こういうのあると楽だよね。光の扉です。この地で得た力も学んだことも新しく目覚める地では通じないでしょう。そうなの。そして記憶喪失になっていくんだよ。私、この世界の闇を払いたいと願うなら光の渦の中へ。全ては精霊の導きのままに。あ、そっか、ジャンプしてたから今の感じか。ちょっとびっくりしちゃった。これ確か旅立ちの時にロロンドが来た気がするんだよね。しかもちょっと真面目な話をしていたような気がします。まあいいか。ということで次回は第2章に向かいます。いくぞー。ご視聴ありがとう。ほらータイミング
ロロンドさん、あのありがとうって今言ってたタイミングだよ。メルキドのさらなる発展のためになんとかここに留まってもらうわけには。いや今のは忘れてくれ。これは我が輩の単なるわがままだな。結構大人な発言。我が輩は思い知ったぞ。壊れた町などいくらでも直せる。大切なのはそこに暮らす人間。あ、やはりやめておこう。こういう時だからといってそれらしい話をするのは。さあ行くのだ。この世界にはビルダーであるお主の助けを待つ者が数多くいるのだからな。ダッハッハッハって笑わないのかな。笑わないね。あれ、一つ大切なことを忘れておった。ピリンからどうしても渡してくれと頼まれていたものがあったのだ。このくだり忘れてる。私、他のものを失ってもこれだけは何としても持って行ってやってくれ。さらばだ、また会おうぞ。あ、ぶわっ、はっはっは、出た。う、泣いてる。ロンドさんが最後どうも泣いているような気がしましたが、いっか、旅立ちます。はい、やっぱり楽しい。またね、次は2章進めていこうと思います。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた See you!